はい、どうもカッパ園長です。じゃあね、1月12日今日最後のこちらのチャンネルで最後の動画を見ていきますけど、これもなんかゴールドディガー夫妻無関係だないけどメインじゃないんだよな。なんかね、この秋篠宮家の、まあなんだろう、この開かれた皇室、まあオフィシャルじゃなくてこのプライベート、公ではなくこの私、私ね、公じゃなく私を重視した、まあそういう教育方針だったんでしょ、あのね、宮家はね。でそれが生んだ、まあなんていうのかな、この弊害というか間違いだったのかみたいな、私重視の自由教育と失われた、皇室の、神秘性みたいな、まあどこの何っていうのはあえて言いませんけど、それは失うものは大きかったでしょう ね。少なくとも我々日本国民をさね、啖呵切って喧嘩売って敵に回しちゃったんだからさ、それは失ったものは大きいでしょうな。でそれを気にしてビビってこんな記事書かしてんのかな。だとしたら遅いと思うけどな。まあちょっと見ていきましょうかね。令和の皇室に襲いかかった小室問題。被害者面かよ。止めようと思えば止められたくせに、そんなチャンスいくらでもあったじゃないですかね。でもそれしなかったんだから自業自得だよ、今となっちゃう。ね、あげくそれをね、まずいよ、やばいよ、ダメですよって指摘している、事実をもとに指摘している国民の意見もね、唾吐いて蓋したの誰だよって話ですよね。それで被害者面で襲いかかった小室問題だって。ちゃんちゃらおかしいわ、すっとこどっこいが。で、その起源とも言うべき開かれた皇室の広がりを体現するかのような家風で知られた秋篠宮家は、これ自業自得って認めてるのかな。だって起源は秋篠宮家の教育方針って言ってるもんね。なんなんこれ、上げたいの下げたいの。書いてるやつも何書いてるか分かってないのかなこれ。戦後最大とも言える皇室危機の当事者になってしまわれた背景には何があったのか。今更かよ。そっからやり直せねえと、もうどうしたらいいのか分かんねえのかな。昨週の、渡米から間もなく2ヶ月、小室夫妻はニューヨークの地に根を下ろし、根を下ろしたんだって。新生活を満喫している様子である。満喫してんだってさ。ほう、税金で1杯3000円のラーメンってか、いいゴミ分だわ、さぞ美味しかろう。小室圭さんは来月正念場の再受験を控えるものの、受けねえんだわ。報じられる現地での表情には悲壮感など皆無。だから受けねえんだわ、勉強してねえんだわ。眞子さんともども見て取れるのはもっぱら解放感といった趣である。もう完全にこれ新婚旅行だよな。税金使ってさね、スタッフも動かして金も散々ね、もうありったけのね、一つ金を動かしてね、結構な長期にわたる新婚旅行でしょこれ、アメリカニューヨークでな。ね、勉強もしない、仕事もしないね、うまいもん食って酒飲んで、新婚旅行じゃないのこれ。でたまに散歩がてらね、まあなんかね、まあ報じられていないからね、どういう感じか分かんないけどね、結構いろんなところにね、観光に行こうと思えば行けるでしょうよ。全然行けんじゃないの。まあ今ちょっとね、オミクロンで大爆発してるからね、アメリカだって。そう簡単にはっていうか、そんなの分かってて向こうに行ったんだからさね。ニューヨークで、ニューヨーク新婚旅行だよこれはな。で、まあ2月ね、受験するっていう体をまだ続けてるみたいですけども。本当かね。で、渡米の前、10月下旬、入籍日に行われた結婚会見では、眞子さんの体調を考慮して、質疑応答は急遽中止。なんだっけ、もう最近全然言われなくなっちゃった。複雑性 PTSD だよな。あの設定結局どうなったの？もう本人も言ったこと忘れてるっぽいけどね。夫婦が一方的に思いの丈を述べる場と化してしまった。特筆すべきは、その数時間前まで皇族のお立場であった眞子さんが、あたかも国民を敵と味方とに分断するかのような物言いを繰り返していた点である。それでもまだ、秋篠宮家、当時眞子様、もう眞子さんになった後だっけ、を良しとする、味方ってまだ結構いたのかな、知らないですけど。どう考えても圧倒的、ね、多数、ね、の国民を敵に回したと思いますけど、あの啖呵切った、ね、そういう会見だったよね。それでもまだね、まあ中にはいるか。はいはい。で、皇室制度史、皇室の歴史に詳しい、京都産業大学名誉教授、誰？一般の人々は、ね、普段自分
や身分、身近なことにしか思いが至りません。しかし、天皇の視線の先には常に国民全員、国家全体があります。それを知る多くの国民が皇室を敬愛しているんだと思われます。まあそうですね、昭和天皇侍従が、東京を襲った台風について、台風は過ぎ去ったようでご安心くださいと申し上げたところ、天皇が、当時昭和天皇がね、その台風はどこに行ったのかと問い返されたそうで、たとえ東京から去っても、日本国内の別の場所にある限り安心できるものではないと おっしゃったわけですと。で、長年お仕えしてきたこの侍従も、陛下はいつも国民も全てに心を寄せておられることを改めて思い知らされたと語っていますと。一方の国民、また多くの人々には、陛下や皇族方は国民全員、国家全体を気にかけてくださっているという信頼感があるんだと思います。ところが眞子さんは会見などで一部の人々から誹謗中傷を受けたと、これまでにない強い言葉を使いました。世の中にはいろいろな意見を持つ人がいて、皇室はそうした国民全体をご覧になり包み込んでこられたんです。しかし眞子さんは、結婚を支持してくれる人はいいが、非難する人は困るというメッセージとともに、メッセージとも受け止められかねない発言をしてしまったそれが国民の分断につながりはしないかと心配しています。国民の分断、なんかまるっと国民の側になんかこうね、なんか丸投げしたかのような、相変わらずそういう捉え方なんだね。なるほど。でまあちょっとこれね、かなりボリュームがあって、この後も自由な家風を黙認してきた国民もとか、秋篠宮様の行動原理とか行動原理ね、皇室の神秘性とかね、皇族の結婚は私的な、私的なものなのかとか、小室さんの道徳的資質そんなもんねえだろとか、教育方針が裏目にとかね、まあなんか今更な話と、相変わらず勘違いしてる話と、で今度なんか再び起きる可能性も、ああそれはあるだろうね。だってほら、まだ妹ね、佳子様がいらっしゃいますもんね。まあそんな話がぐだぐだ続くんですもんね、一個一個見る価値は全然ないんでね。まあそろそろとっととまとめに入りますが、ね、まあこういうね、まあ騒動をね、まあなんかあるかもしれないみたいなの書いてあったじゃないですか。ちゃんと調べろよとね、この調べてあげてきた話、ちゃんと目通せって話ですよね。その上で判断すればいいんじゃないですか。まあだから日本のマスコミの記事にしては、まあまだまともな類の内容だとは思いますけどもね。結局自由とね、このなんかこう履き違えてるよね、乱用は別でしょ。だからまあなんだろうな、まあ悪用する人がいなければいいと思うんですけどもね、結局は。まあここ最近なんかこの皇室関連の記事の内容を抑え気味にしている格好ねっていうのは、なんとなくもう見ててわかるんですよ、このマスコミがね。だからまあそうだな、だからまあその例えばそんな中でもね、こことばかりにこの差別化と、ほらマスコミもいくつもね、この会社あるんでね、出版社いくつもあるんで、差別化を図ってこの部数を伸ばしたいね、そういう方向にこの舵を切って、で内容的にはこの皇室そのものをこの叩く方向にシフトした、これは多分新潮なんかがそういう感じかな。でまあこの皇室を叩くネタを求めてる読者を取り込もうとしている。だからまあこうなんか、こういうテイストになってくるんじゃねえのかなと。でこの類のこの記事の特徴って、毎回毎回同じ皇室に対する勝手な倫理観の押し付けと、まあ鬼の首取ったかのようなお金の流れに対するクレームしか出てこないんで、まあ正直もうなんか見飽きた感っていうのはありますけどもね。まあ今回の記事で言うと、そうだな、まあなんか引っかかるのはね、この私ね、公じゃなく私、公じゃなく私重視の、まあそういうね、このなんだろう、自由教育とかって言ってたっけ。まあそれをね、このなんだ、結果、例えば眞子さん、あるいは佳子様の、まあエゴみたいなもんをね、まあ生み出した結果、でだからこのいわゆる開かれた皇室っていうのとは関係ないと思うよね、秋篠宮家。そうだから秋篠宮家だけの問題ですから、開かれた皇室なんてこの範囲勝手に広げてね、他の宮家をね巻き込むのはやめてもらいたいっていうのはいつも言ってる通りですかね。まあ眞子さんはなんか一般人ね、一般人ごっこですよ結局は、あの二人は。
ね、一般人気取りつつ、ね、なんだっけ、このキャロライン・ケネディさんの自宅があるマンション、ね、本当にこのケネディさんを訪れるのかどうかちょっと分かんないですけども、そんなことしてみたり、まあ、皇室、皇族時代のこのコネというか、まあ、つてを利用してね、まあ、眞子さん夫妻、ね、ディガーさん夫妻は、まあ、皇室利用、やめる意思、全然ないじゃないですか。だから実際にそういうね、不適正な、ね、お金の流れだってあるでしょうよ。じゃなかったら回るわけがないじゃんね。ね、どう低く見積もっても家賃だけで月50万なんだろ。で、このなんかこの警備とか警護とかだって人も動かしてんだから当然金も動かさなきゃ回らないよね。で、ディガーさん仕事してるんだっけ？してないじゃん。金どっから出てんだよ。そんなんだ、考えるまでもないじゃん。っていうのをずーっと言われてるわけじゃん。ね、で、それに対する説明も何もないじゃないですか。それはあの国民からのこの気持ちっていうか敬意とか、そんなもん一切合切離れていくに決まってるじゃないですかね。だからもうやることやらないのに、ね、そう、だからあのディガーさん夫妻で見てもそうだし、ね、秋篠宮家、全体で見てもそうじゃないですか。ね、やることもやらずに、ね、この権利ばっか主張して、しかも被害者ずらして、誰がね、敬意なんか払うかよって話ですよね。あれ？僕なんか間違ったこと言ってますかね？まあいいんですけどもね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。